巻き方は挟んでくるっと巻いて外してくるっと巻いて外す感じです。皆さんこんにちは、ヘアサロンベルのアンジと申します。今日は絹糸の小手 32mm を使って秋冬のコーデにも合うゆるふわな巻き方をご紹介していきたいと思います。はい、ではまず全体の髪の毛を内側にワンカールにしていきます。毛量が多い方は細かく分けていただいて、毛量がそんなに多くないよっていう方は耳前は一気に巻いてしまって大丈夫です。髪の毛は巻きすぎるとどんどんアイロンの熱で固くなってしまうので、形がついたらすぐに外していただいてさらっと巻いていきます。後ろに行くにつれて巻きづらくなってくると思うので、前に出してどんどん巻いてあげてください。はい、こんな感じで大丈夫です。したらこの辺から斜めに分け取っていただいて、耳の前の毛を分け取ります。したらこの耳の前側のこの束を一気に巻いていきます。この束は少し横に引き出して巻きます。少し横に引き出したら、根元の方からコテを入れてぐるっと一回転、巻いたら毛先までくるっと巻きます。こんな感じで完成です。そしたらその前の前髪と今巻いた毛の間の毛、この毛もしっかりつながるように上からコテを入れて外側に流します。ここもしっかり巻いてあげることで、この今の前髪と今巻いた毛につながりができます。これだけでも十分ゆるっとしたカールができるのでいいんですけれども、さらにこうゆるふわな感じをつけたい方やボリュームを出したい方は上の束を取って巻いていきます。辺はランダムに取って外側と内側を繰り返して巻いていきます。毛量の多い方はこの束を太く取ってしまうと、ここだけバンとボリュームが出てしまいますので、割と少なめに取って大丈夫です。これを後ろまで順番に繰り返します。巻き方は挟んでくるっと巻いたら外してくるっと巻いて外す感じです。反対側も同じように巻くとこのように仕上がります。さら最後にオイルをつけて仕上げていきます。このくらいの長さだったらオイルは2プッシュぐらい出せば大丈夫です。オイルをつけるときは毛先からしっかり揉み込んで、この顔周りの内側のところにもしっかりつけます。ここにしっかりつけることで今っぽく仕上がるのですごくおすすめです。こんな感じで完成です。このようにゆるふわっと巻くことで、こういう秋冬のニットにも合いやすくて、可愛くなりすぎずにふんわり仕上がるのですごくおすすめです。簡単ですので、よかったらぜひやってみてください。